皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷亮太です。第2回目ということでですね、そうですね、第1回目がありがたいことに自分が思ってたよりはこう再生回数が伸びたりとかね、また次もやってくださいっていう声をいただけたりとか、わざわざDM くれる方までいらっしゃってというか、本当にありがとうございます。これがいつまで続いていくかちょっとね僕もわからないんですが、聞いてくれる人がね一人でもいるなら、続けていきたいなと思います。第1回目は、たまたまちょっとねいい話みたいな感じになったんですけどね、2回目以降いい話ができるかどうかはちょっとわからないですし、もしねいい話を期待されてる方に対しては期待を裏切ってしまうことになるかもしれないんですがはい、そんなことで、前回の放送ではですね、ドラム講師を始めたきっかけということで、大した志があるわけでもなく、ただ仕事から逃げたかったということを、カミングアウトしたような回だったんですけども、今回の2回目の放送としてはそうですね、ドラムスクールを始めて、どのようにこう森谷ドラムスクールが成長していったかというか、っていうようなお話をさせていただきたいなと思います。ありがたいことに森谷ドラムスクールは、今11年目ですけど、今ちょっとコロナの影響で、生徒さんがちょっとね少なくはなっちゃってるんですけど、ありがたいことにもうずっと右肩上がりで、ずっとその途絶えることなくというか、ちょっとずつ生徒さんが増えてきてて、本当にありがたいことにずっと変わらず、続けてこれたということがありまして、で、結構ね昨今ねドラム講師を始めたいとかっていう方とかもたくさんいらっしゃって、僕の周りでもね、ベース講師を始めるとかギター講師を始めるっていう人もいるんですけど、やっぱね一番苦労するところってね、やっぱ集客だと思うんですよ。その生徒さんを集めるっていうことがやっぱりこうドラムの先生からしたら一番大変で、自分で生徒さんを集めるのってやっぱ大変なんで、大手のところにね、行かれたりとかっていうこともあるとは思うんですけど、やっぱ一番苦労するところで言うとこの集客だと思うんですよね。で僕なりにどのように集客をして、森谷ドラムスクールが成長してきたのかっていう話を、今回ではさせていただきたいなと思います。ドラムスクールがスタートしたのは、2009年の4月、今から11年前なんですが、これ前回の放送でもちょっと言ったかもしれないんですけど、当時11年前は、少なくともこう京都はですけど、音楽活動をしながらこの講師活動をやりますみたいな人っていうのは少なかったんですよね、きっとね。だからホームページとかもね、大手のホームページしか出てこなかったんですよ。ヤマハさんとかね、なんか大手の十字屋とかヤマハとか個人の名前でやってるところって本当にね、京都では1軒ぐらい、1軒2軒ぐらいでしたかね。だからすごくね本当に運がいいんですけど、友達にホームページを作ってもらって、ほんでインターネットにこうね、出すというかアップしたら割とねその上位の方に出てきてくれたんですよ、僕のホームページが。京都ドラム教室とか京都ドラムレッスンとかで検索したら、森谷ドラムスクールのホームページがもうの上から3番目ぐらいに出てきてくれたんですね。今でもね結構今はちょっと昔とシステムが変わって Google とかやったら広告が一番上に出たりとかすると思うんですけど、それでもね今でもだいぶ上の方に、上位の方にこう出てきてくれるということで、ホームページをね載せたらもう本当にね1週間ぐらいですかね、1週間ぐらいで初めてのね体験レッスンの問い合わせが来るんですよ。そうびっくりしましたけどね僕ねドラム講師よっしゃ始めるって言ってホームページ作ってもらって、チラシ作ってでねレッスンをやろうと思うわけですけど、まさか問い合わせ来るとはなんか僕自身正直思ってなくてというか、だからちょっとねびっくりしましたよね。一番最初体験レッスンのねそう問い合わせが来た時、20歳のね大学生の子だったんですけども、未経験のね、男の子だったんですけども、ほんで当日初めましてみたいな感じで、向こうもね若干その初めてドラム叩いてドラム教室来るということで、向こうも若干緊張してるんですけど、向こう以上に僕はねものすごく緊張してて初めてのねレッスンでめちゃめちゃ緊張しまして、でねスタジオの中に入ってレッスンスタートするんですけど、50分間のねレッスンで、僕のレッスンは体験レッスンスタートするわけですけどね、途中沈黙になったりとかしてこのね2人でマンツーマンレッスンやのになんか先生喋らへんみたいな時もあったりとかするぐらい、初めてのねレッスンはね緊張しましたね。はい。でもねそれで、終わった後に「じゃあありがとうございました」みたいな「どうされますか?」みたいな感じの話をしたら、次回から通ってもらえることになったんですね、ありがたいことに。でそれが初めてのね僕の生徒さんになったわけですね。はい、でその1週間後その、体験レッスンに来てくれた方が、次またレッスンに来てくれるんですけど、その時にね初めてお月謝をもらうわけなんですね。初めてのお金をいただくわけなんですよ。その時はねやっぱちょっと感慨深いものがありましたね。なんかすごく感動したというか、これまでそのバンド活動で、地方に行ったりとかした時になんかギャラですみたいな感じで、バンドで1万円とか 5,000 円とかもらうことがあったりしたんですけど、それはね結局そのバンドの運営費用というか、打ち上げ代に変わったりとか、ガソリン代にね、車のガソリン代に変わったりとか、バンドのスタジオ代になったりとか、自分たちでお金を稼いでるっていうようなこう思考にも特にならなかったんですけど、初めてやっぱねレッスンをしてお月謝をいただいた時っていうのは、なんか初めてこう自分のこうやりたいことがこうお金になった瞬間というか、すごく感動しましたね。なんかね忘れてはいけないことだなと思うんですよね、その初めての時って。特になんか今コロナで仕事がすごく減ったりとかしたときして、なんかねやっぱりね忘れてしまうんですよね、こういうなんか生徒さんがいることがこう当たり前に思っちゃったりとか、家族がいることが当たり前になっちゃったりとか、なんかねこう日常当たり前になりすぎてしまうと、なんかそうやって失った時になんかその大切さにやっとこう気づくというか、愚かですよね。だからこう人間ってねこうすぐ忘れちゃうというかね、大切なことも。はい、で先ほどねちょっと申しました通り、僕のホームページってねありがたいことに上位の方に出てきてくれたんで、なんかねその体験レッスンの問い合わせ自体はなんかトントントンとね来るようになったんですよ。でなんかドラム講師を始めて半年ぐらいで、なんか10人ぐらいはねすごく早くというかポンポンポンと来てくださって、そうですねだからこう集客に悩むね人たちに全然アドバイスになってないかもしれないですけどね、こう始めた時代が良かったみたいなことばっかり言ってるんであれなんですけど、でもなんでしょうね、僕どこの馬の骨かわからない人がそのホームページでドラム教えますみたいな感じで、生徒募集中みたいな感じでやってるじゃないですか。だから文字通りなんですけど、体験レッスンで、まずはちょっとレッスンを受けて、で僕のレッスンを文字通り体験して、そこでよかったら次から通ってくれるけど、よくなかったらねもう来ないっていうのは、当たり前にねあることで、当時僕その体験レッスンでね逃してしまうことっていうのが非常に多かったわけですね。そう体験レッスン終わって「じゃあ次回どうしますか?」みたいなことを聞いた時に「あまたじゃあ連絡します」って言って連絡が来ないとかね。そうっていうのもよくあったし、ひどい時なんかはなんか結構体験レッスンの問い合わせの「じゃあいついつ」みたいな感じで体験レッスンの問い合わせが来て予約を取ったけども当日来ないみたいなねっていうのは、稀ですけどありました。そうねこのままやっててもあかんなっていうのは、うすうす自分の中では感づいてたんですけど、特にその時は何の行動もなく起こすことなくというか。はい、そんな感じで、日々レッスンをしていたんですね。僕その当時、23、24ぐらいの時かなは、海外に行くことがすごく好きだったんですよ。今でも好きなんですけど、なんか、タイに行ったりとか台湾に行ったりとか、なんか海外旅行に行くことが好きだったんですね。だから最低限海外で、困らないようにするために英語を勉強してたんですよ、僕当時。で英語を勉強してて独学で本を買ったりとかして勉強してたんですけど、その時ね YouTube で、英語のレッスン動画を配信してる人を何名か見つけたんですね。でその YouTube を見ながら英語を勉強してたんですよ。でよく見てたのがイムラン先生っていう方がいるんですけど、今でも多分ね配信してるんですけど、その人のコンセプトとしては面白くって、勉強嫌いなあなたでも一日一言だったら覚えられるでしょっていうコンセプトで、なんか英語英会話一日一言っていう動画を配信してらっしゃるんですね。で僕前回の放送でも言いましたけど、僕中卒で社会不適合者なんで、だから勉強の仕方なんか全然わからないんですよね。そうだからその人の動画がなんかすごく見やすくて、僕の中ではすごく刺さって、でその人の動画を見ながら、勉強してたんですけども、うん、で、まあ、これのなんかドラムバージョンがあったら面白いんじゃないかなっていう思いついたのが YouTube でドラムのレッスン動画を配信しようとしたきっかけなんですよ。で当時なんかそんなドラムのレッスン動画を配信してる人がいるっていうのを知らなくて。でそこで初めて、YouTube でドラムって検索して初めてね、検索してちょっと調べてみると何名か出てきたんですよ。ね、ドラム講師の池脇さんの動画とか何名か出てきたんですよ。池脇さんの動画とか山北さんの動画とか山城先生の動画とかケイズミュージックさんの動画とか、まあ、何名か出てきたんですけど、でもねそんなにたくさんいるわけじゃなかったんですよね、そのレッスン動画を配信してる人が。今から10年前ぐらい9年前ぐらいですかね。そうなので、これじゃあちょっとやってみようということで、まあなんか撮ってね動画を撮って出したら、これがね意外と再生回数が伸びてくれたんですよ。まあこれもね本当に運が良かったと思うんですけど、ね、誰もやっぱ当時やってなかったんで再生回数がシュッとこうアップロードした瞬間にどん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 こう伸びてくれてというか、もう今は大変ですよね。こうね今はもうサムネイル作ったりとかテロップつけてとかね、こう動画の言い間違いを切ったりとかなんか音声をきれいにしたりとか、今ってすごいこう気を配ることがたくさんあるんですけど、まあ、当時のね最初の僕の動画を見てもらったら分かると思うんですけど、汚いこうデジカメのねコンデジっていうんでしたっけ、なんかデジカメの汚い映像となんか割れまくった音声と、ね、僕のたどたどしいね噛みまくってるこの喋りで、そうノー編集でねこのバンって出したやつがあるんですけど、それでもね当時ってやっぱ見てくれたんですよね。そうそれでも再生回数がこうトントンと伸びてくれて、今ではそんなノー編集のやつなんかなかなかねこのよほどのその人のこう信用度というか知名度がないとなかなか見られないんですけども、ね、当時はなんかすごくこう見てくれていい時代だったなと思いますね。そう考えたらあんまり誰もやってなかったっていうことはやっぱそれだけ批判も多かったんですよ、なぜかね。YouTube の撮影ってカメラに向かって一人でこのああだこうだ喋ってるんですけども、この、ね、YouTube に一生懸命こうああだこうだ喋ってる姿を、まあ、周りのね友達からはもうキモいキモいみたいな感じで言われたりもしたし、まあ、コメントもねやっぱ辛辣なコメントが多かったですよね。なんか、まあ、下手くそっていうのもあったし、なんかこんな下手な人にドラムを教えてもらってお金を払ってる生徒さんがかわいそうだみたいな、なんかそんな超嫌味コメントみたいなのもたくさんねあったんですけど、なんか周りからもね、まあ、心配されたりとか、タダでレッスン流して大丈夫なみたいな。今ではね結構当たり前じゃないですか。なんか自分のその持ってるものを出して、で自分はこんなことやってますよっていうのをアピールして、それで生徒さんをとか集客をするっていうのは今では当たり前なんですけど、まあ、今から9年前はそうやって自分のね、技術というか、まあ、ドラムの技術をタダで流してでそれを集客にするっていうやり方なんか誰も、ね、正直取ってなかったんで、だからそのタダでレッスン流して大丈夫なみたいな感じの心配の声も周りからあったし、なんか安売りするなみたいな感じのなんか匿名でコメントをもらったりとかもありましたね。なんかそのドラムの技術を安売りするなみたいな、タダで流すなみたいなっていうコメントももらったことはあります。昔は YouTube に対してというか、なんかそういう偏見的なものもあったのかなとは思いますかね。でなんかそういう辛辣なコメントもあったんですけど、なんかね目に見えて本当に効果が実感できたんですよ、 YouTube で配信することによって。というのも、まずその体験レッスンの問い合わせの時点でなんかもうね、次習うことを前提に問い合わせをくれる人が増えたんですね、圧倒的にね。だから月4回で、通おうと思ってるんですけど、体験レッスンいつできますかとか、なんか体験レッスンの時にもうすでにお月謝を払って次通いますみたいな感じのことも言ってくれる人もいたし、そう体験レッスンの時にその月謝とかのシステムの説明をするんですけど、もう次のことを考えて喋ってくれてるというか、そうだから体験レッスンで逃す確率っていうのが本当に大幅に減ったんですよ。そうだからこれは本当に手に取れるようにというか感じれた効果だなと思いましたね。まあ集客的にもそうなんですけど、なんか自分の知識と技術が上がったのもやっぱこの YouTube の配信のおかげだなと思います。まあなんか僕ね、本当に当時ドラム講師を始めたばっかりの時は、まあ、今でこそ僕教則本出版しますとかって教則本書いたりとかしてますけど、当時始めた当時は僕楽譜の読み書きもできなかったですからね。そう楽譜も読み書きも全くできなくて、ルーディメンツとかも知らなかったんですよ。そうなんかレッスンをしてると生徒さんが、ね「この曲をやりたいです」って言って「でも楽譜ないんですよね」みたいな感じのことを言われたら、楽譜をね用意しないといけないんで、書くわけですよ。でも書き方わからんし音符のこととか全然わからないんで書くんですけど全然進まへんみたいな。だから1曲ね3分ぐらいの曲で12時間ぐらいかかってましたね。何日もかけてそう書いて、でその次のレッスンの時までにもうどうにか間に合わすみたいな感じとか、なんか生徒さんがね基礎練習ちょっとしたいですみたいな感じで、ちょっとルーディメンツ練習したいですみたいな感じで言ってきてくれたとしたら、えルーディメンツって何みたいな感じで思って、ほんでそのレッスン、その生徒さんのレッスンまでにルーディメンツを勉強して、ルーディメンツをしっかり練習して、レッスンの時に何食わぬかの顔でルーディメンツですねみたいなじゃあルーディメンツはこうでこうでみたいなこうやったりとかで、本当にね前回も言いましたけども、まあね、周りから「お前には無理やお前には無理や」って言われましたけど、今ね当時の自分が目の前にいたら「お前には無理ややめとけ」って言うと思いますね。もっと勉強してからにしろってこう言いたくなると思いますね。はいまあ、それぐらい僕全く何も知らない状態で始めたんですけども、でもねやっぱその YouTube とか発信したりとかもそうですし、まあ、レッスンをしたりとかするのもそうなんですけども、やっぱり中途半端なことはできないじゃないですか。中途半端なことができないんで、やっぱりその人に説明できるぐらいまではやっぱとことん調べるんですよね。まあ、動画を撮ると何がいいってその自分で説明したことを客観的に見れるんですよね。で客観的に見て、あここはこうやなここはこうやなっていうことを自分で修正して、でまた新たにこうねフィードバックして、また新たにそれを磨きをかけれるっていうのを繰り返してると、なんか自分の技術と知識が急上昇していくっていうのも、これもねやっぱこう手に取るように感じましたね。そうだから本当に無知のただのボンクラだった僕がやっぱ成長できたのは、まあ、日々のレッスンの生徒さんとのレッスンのおかげと配信ですよね。その YouTube とか今では Twitter とかインスタとかでも配信してますし、まあ、こうやって、ね、こうラジオ的な感じで配信してますが、なんかこうやって配信することによって、自分をどんどん発信することによって、なんか僕は自分で自分を成長させることができたなと思います。だから森谷ドラムスクールの成長は正直ね発信なしではありえなかったですね。正直ね発信することによって生徒さんも来てくれたし、で、自分自身の知識も技術も上がったし、で出会いもやっぱりあるんですよね。これまたね次の放送で話そうかなと思うんですけど、やっぱり教則本を出版できるようになったきっかけであるとか、いろんな人を京都に例えば神田亮君とか冬さんとか、小牧君とかなんかたくさん僕ドラムセミナーとかやってゲスト来てくれたんですけど、たくさんの人を呼べるようになったのもやはりその発信による信用が積み重なったおかげなんだろうなっていうのもやっぱりすごく感じるんですね。だからその森谷ドラムスクール、まあ、最初は運よく生徒さんがねトントントンと来てくれたんですけど、そこからやっぱ一番こう成長できたのが、まあ、レッスンに次のレッスンまでに辻褄を合わせるっていうねっていうことと発信ですよね。はいということでした。この放送を楽しみにしてくれてる人がいると信じて、次のね第3回目は、フレーズレシピの誕生秘話について、配信してみようかななんて思います。まああんまりこうね喋ることなくなるとあれなんで、もしねもう本当にもしですよ、なんか僕に質問があったりとか、なんかこのね放送で僕に喋ってほしい内容などありましたら、ちょっとしたねコメントをいただければと思います。まあなんか時事ネタをちょっと喋ってくださいみたいなことを言っていただいたんですけども、僕ちょっとね あんまり頭が良くないので、なんかねちょっとこの世間の時事ネタについてはあんまりこういいコメントができるかどうかはちょっとわからないんですけど、まあでもね過去のね僕のこの話と合わせてなんか今現代のお話もしていけたらいいのかなとは思います。はい、そんな感じでありがとうございました。また次の放送でお会いしましょう。さよなら。